そして最後、害読いきますよ。本物に似せた最悪の邪教。以上、日蓮宗は身延が大聖人の住まわれた地であることをもって本流であるかのように言うが、今の身延には大聖人のご奉公など欠片も残っていない。それどころか大聖人が唱え出された南明法蓮華経を旗印にして全くの偽物を作り出してしまったのであると。不幸の根本原因が邪宗方々にあることは大聖人が生涯を通じてお教えくださったことであるが、日蓮宗は大聖人の真実の仏法に似せてあるだけ特に罪が重く、そういう意味で最悪の邪宗教の一つと言えよう。まあこれよく言われていることだよね。本物に近いほど紛らわしい、人を騙すから、だから罪も深いよ、害毒も深いですよ、ということで言うと、創価学会がとにかく一番やっぱり害毒と罪が重い。で、検証会もほぼほぼ同じ。もう一つ昇進会もまたこれ同じで、その次のグループに属するのがこの日蓮宗ですよ。で、これらは不幸の根本原因、で、現実に代々熱心に日蓮宗を続けてきた家には、不慮の災難で死ななくて良いところで命を落としたいと。これね、学会系でもあるよね。庭先でちょっと庭のお仕事していた人が、ちょこっと転んだら、その転んだところにちょうどいい塩梅、いい塩梅っていうか、悪い塩梅で、ブロックがあって、そこにガキンって頭をつけて亡くなっちゃったとかいう、なんかね、その話を似たような話は随所で聞きますよ。だから不慮の災難でこんなことでっていうところでパツンって死んでしまうような、死ななくてよいところで命を落としたり、豪病にかかり苦しみ抜いて臨終を迎えるといった悲惨な末路となる例が多い。それからまた、成立の歴史が反映するのか、一家離散の状態になるケースも多く、性格的には非常に頑固、頑明であったり、前と後で言うことが正反対であったり、といった事例も日蓮宗の家に生まれた人に多く見られる。さらには、喘息になる人が多いのも日蓮宗の家系に見られる特徴である。これはあれだろうね、大草高等が、やっぱり現場の叩き上げの釈伏をしていった中の、自ら体験されたことも多いと思いますよ。僕なんかが感じたのは、やっぱり自殺者が多いっていうのと、あとその精神的な病が、やっぱ多いなっていうのは感じたところありますね。まあそういうことです。なので、あとね、こういう逸話聞いたことある。その日蓮宗系の人、これは妙観光の会合で聞いたんだけど、その家に釈伏に年来行ってたんだけど、最後その、おばあちゃんだったかな、おじいちゃんだったか、どっちかだよ、老人が、このやっぱおかしくなっちゃって、ボケが進んじゃって、最後その糞尿垂れ流しで、またそれをこのしっかり面倒見てくれる人もおらず、その糞尿をですね、この飲み食らったって、食べてたっていうね、そういう悲惨な最後だったっていう体験例も聞いたことありますね。まあいずれにせよですよ、代々先祖代々の宗師が日蓮宗であるという人は、こうした現実を直視し、一日も早く日蓮宗を捨てて日蓮大聖人の正統門流に帰伏せられるべきであるということでございました。まあ本当に日蓮宗もね、特に千葉を今中心に、何か我々のメンバーが、活躍をしてます。なので、この日蓮宗系、もちろん千葉多いですから、遭遇することは多々あると思うんですね。なので、まあ今日の参考にし、で、今日ではまだ足りないと思うので、またいつかね、繰り返し別な資料からでもやりたいと思っております。それでは、